こんにちは、ミキミキです。私についてはこちらをご覧ください。本日のテーマは、厳選、ユーデミ、最新生成 AI、学習講座、要請というテーマでお送りしていきます。この動画は、学びたいと教えたいをつなぐのユーデミの提供でお送りしていきます。以前、こちらの動画でチャット g p t についてゼロから体系的に学びたい方向けに、6つのおすすめのユーデミ講座をご紹介していきました。 この動画ではチャット g p t の基礎を学ぶをテーマにいろいろな動画をご紹介していったので画像生成 AI、API や機械学習等のチャット g p t 周辺に関しての知識ももっと学んでみたいといった DM を多くいただきましたなので今回はチャット g p t の周辺テーマで現在特に注目されている分野トレンドになっている分野に関して深く学べる Udemy 講座を厳選してご紹介していきます チャット GPT や生成 AI の基礎から学びたい方は概要欄にリンクを貼っておきますのでそちらをチェックしてみてくださいこれまでもユーデミーの講座「ミキミキウェブスクールではいろいろとご紹介していきましたがユーデミーは一つ一つの講座が買い切り型のオンライン学習プラットフォームで一度購入すると視聴期限なく利用することができますまたその分野のプロからさまざまなテーマに関して体系的に学ぶことができるんです PC はもちろんスマホアプリもありますので隙間時間だったり移動時間にも勉強ができますで自分が学んでいるところをですねパーセント単位で学習経過を知ることができたり学習スケジュールを立てることができるのも続けやすいポイントですで受講する中でわからないことも出てくると思うんですがそういったところは講師の方に質問ができるのでハテナをクリアして次に進めることができます そんなユーデミーが現在今季最大の夏のビッグセールを実施していますセール期間はこちらです対象講座がですね1講座1200円から学べるんです今回ご紹介する動画で気になるものがあれば是非受講してみてください概要欄にリンク貼っておきます今回こちらの4つのテーマでおすすめのユーデミー講座をご紹介していきます 1. イラスト画像生成 AI テキスト生成 AI といえばチャット GPT ですがテキスト生成 AI と並ぶほど注目されているのが画像生成 AI です。Web デザイナーであったりとかデザイナーを目指している方は必見のトレンドツールです。二つ目が Python 機械学習です今 AI についてもいろんな情報が出ているのでなんとなくすごいっていうのは分かる方多いと思うんですがその裏で主に動いているのが Python と機械学習なんです。 AI の裏のシステムについて学びたいと思っている方にはぴったりのテーマですそして3つ目が ChatGPT を企業などが自社のサービスと組み合わせて使いたいこういった需要結構多いんですね私の会社でもコンサルをさせていただく中で自社のサービスと API の連携どういうふうにやるんですかというご質問をよくいただいたりしますこのテーマに関して学習できる講座をご紹介していきますそして最後が AI 音楽です 今は音楽も AI で作ることができるんですここもねすごい熱い分野なのでこちらについてもご紹介をしていきますはいそれでは早速いきましょうイラスト画像生成 AI に関しておすすめの講座はこちらになります AI イラスト生成の新時代ステーブルディフュージョンで変革を実現する初中級者向けの実践講座ですこちらの講座の先生は好奇心チップス佐藤先生です この講座で学べること大きく3つあります。stable diffusion を使った ai イラスト生成の基礎ステーブルディフュージョンはインストールなどがあって、最初知識がない方にとってはここ結構大変だったりするんですが、この講座ではそういった基礎から学ぶことができます。2つ目 AI イラスト生成の最新トレンドが学べます。ai で生成できるイラストの中でもトレンドがあるんですね。そのトレンドもこの講座の中で学ぶことができます。 3つ目がオリジナルの AI イラストの具体的な作成方法がわかりますこちらの講座のおすすめのポイントはこちらになっています画像生成 AI に関する知識が全くゼロでもスムーズに学習することができます2つ目ステーブルディフュージョンの使い方はもちろん理論も理解することができます使い方だけではなくどのような技術のもとステーブルディフュージョンが動いているのかここまで理解することができるんですこの講座が特におすすめな方は 画像生成 AI 使ってみたいけどなんだか難しそうと思っている方ステーブルディフュージョンよく聞くから使ってみたいけどダウンロードなどがあってなかなか一歩踏み出せない方におすすめです画像生成 AI 今後ですねますます発展していきますので興味のある方はぜひチェックしてみてくださいそして2つ目のトピックが Python 機械学習ですこのテーマでおすすめの講座はこちらになります チャット GPT 生成 AI 時代の今だからこそ学びたい人工知能機械学習入門講座ですこちらの講座の先生は翔太福山先生です翔太福山先生は大手 IT 企業でプロジェクトマネージャーシステムエンジニアとして10年以上のキャリアのある先生ですこの講座で学べることを3つピックアップしました教師あり学習による AI モデル開発スキルが身につきます Python lib こういった各種ライブラリーを含むプロググラミンススキルががが身ににつきまますすす目が普段使っているる AI サービスに対する疑問が晴れます例えば ChatGPT が何で誤った回答を出すことがあるのかとか Amazon のレコメンドの裏の仕組みであったり GooglePod で人物をピックアップして表示してくれるという機能があるんですがそういったことが何でできるのかといったこともこの講座を受けると理解することができます。 3つ目は少し高度ですが AI エンジニアで構成されるチームであったり組織のマネジメント方法がわかりますでこの講座のおすすめポイントです Python だったり機械学習に関する学びというのがこの講座1本で完結するので他の本であったりネット検索なんかで学ぶ必要がありません2つ目がハンズオンで使用するデータセットコードだったりが添付されているのでコーディングミスなどが起こりませんこの講座をおすすめしたい方は 生成 AI はもう理解した。使えるようになった。でも裏でどんな技術が動いているのか、そこまで理解したい。そんな方におすすめです。また AI を使っていると Python という言葉よく聞きますが、実際どんなものなのか学習したい方、こういった方におすすめになっています。はいでは次は3つ目の講座です。3つ目は OpenAI API に関する講座です。 日本語字幕版マスタリング OpenAI APIs Unleash the Power of GPT-4 こちらの講座です。こちらの講座すべて英語になりますが、日本語字幕が全部ついているので安心してください。先生は2人いて、コルトスティールさんとケン・福山さんです。この講座で学べることを3つピックアップします。1つ目が OpenAI API の基礎。そこから実践での活用方法まで学習することができます。 企業なのでは業務効率化のために GPT を使いたい。こういったニーズありますが、そういった時は API を使うことが基本です。なので、どこから API を取得するとか、料金、計算にどう接続するのか、こういったことをしっかりと学ぶことができます。二つ目が GPT の各モデルの違い。GPT は3とか3.5とか4とか、こう、モデルの違いがあるんですね。なんとなく分かっている方もいるかもしれないんですが、この講座を学べば、 具体的にモデルによってどう違うのかこういったところをしっかりと学ぶことができます3つ目が GPT 以外の OpenAI のプロダクタに関しても学ぶことができます OpenAI は ChatGPT が一番有名ですが画像生成 AI ダリだったり音声 AI の Wisper などもリリースしているんですこれらについても学ぶことができますあとはプロンプトエンジニアリングの方法であったり GPT の各パラメータの詳細についても学ぶことができます はい、ではですねおすすめのポイントです。1オープン AI に関すること網羅的に理解することができます2つ目コンセプト実践という流れで講座が展開されるのでとても分かりやすいですまずしっかりと理論を理解して実際に使っていくという流れになっていますでこの講座がおすすめの方はオープン AI がリリースしている全てのプロダクトをしっかりと理解したい方 そして何よりも API を使って GPT を組み込んだサービスやプロダクトを自分で作ってみたい方こんな方におすすめです最後ですね AI 音楽に関するトピックでおすすめの講座です対話 AI で音楽を作ろうチャット GPT プラスソニックパイ生成 AI と会話しながら作る AI 楽曲こちらの講座です 講師は以前こちらの動画でもご紹介した東雪永先生です東先生はユーデミーでたくさんの AI に関する講座をリリースされている人気の先生です学べることは対話 AI, による作曲方法 AI で音楽作るって何だか難しそうって思いませんかですがプログラミングの知識や音楽制作の知識全くいりません。 チャット GPT などを使った全く新しい形の音楽制作の方法について学べます2つ目がプロンプトエンジニアリングを作曲にどう活用していくかこの点についても学ぶことができますおすすめのポイントです生成 AI プログラミング作曲を同時に学ぶことができますエンジニアリングといったところとクリエイティブなところ一緒に学べるのがすごくいいなと思った点でした2つ目のおすすめポイントが 音楽知識のバックグラウンドがなくても実際に音楽を制作できるようになる点です今 YouTube なので自分で音楽を作って歌ってそれで実際に歌手になる方も増えていますよね生成 AI で音楽を作れると作曲知識のない方も夢の一歩を踏み出すことができますこの講座がおすすめな方は音楽の知識はないけど生成 AI を使って音楽を作ってみたい方こんな方におすすめですはい、いかがでしたでしょうか 本日は生成 AI 関連の重要トピックに関するおすすめ講座をご紹介してきましたそんなユーデミーが現在今期最大の夏のビッグセールを実施していますセール期間はこちらの期間です対象講座が1講座1200円からこのコスパで学ぶことができるんです気になる方は概要欄にリンク貼っておきますのでぜひ見てみてくださいまたユーデミージャパンが Twitter 上で学習応援キャンペーンを実施しています 講座を終了し、この終了証を画像で添付し、指定のハッシュタグをつけて投稿をすると、抽選で Amazon ギフト券が当たるキャンペーンです。期間は9月30日までです。詳細は動画のコメント欄で記載していますので、興味のある方はチェックしてみてください。ユーデミーは生成 AI 系の講座はもちろん、話題やトレンドに沿ったスキルを学べる講座がたくさんありますので、スキルアップしたいな。 キャリアアップしたいなと思った方はぜひ、ユーデミーの講座チェックしてみてください。きっとあなたにマッチした講座に出会えると思います。今回ご紹介した講座で学んでみたいものがあったら、ぜひ概要欄をチェックしてみてください。こちらの動画、参考になったらいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。メキメキウェブスクールに入学をしていただき、一緒にスキルアップをしていきましょう。また次の動画でお会いしましょう。